こんにちは。エミリンことまつみです。はい。今ちょっとだ、ちょっとだけ、ちょっとだけ緊急で動画を回させていただいてるんですけれども、先ほど何人かの視聴者さんからメッセージで、あの、X で、エミリンが最近、彼氏動画に出してやだ、みたいなツイートあ、ツイートじゃないか、投稿投稿が回ってきたけど、なんか大丈夫とか、これどういうことみたいな、心配だよみたいな声を、ちょっと複数いただいたので、 少ししだけこのについいてておお話しさせてもらおうかなと思います知らない方のために簡単に概要をお話しさせていただくとそもそも今年の3月ぐらいに YouTuber のひかるさんのチャンネルで彼氏オーディションを開催してもらったんですね。で、でそこで 本当にリアルな実際の彼氏ができるっていう奇跡が起きましてその流れからちょこちょこ私のエミリンチャンネルの動画とかにも出てもらったりとかしてるんですけれども見てくださってる視聴者さんの中でも見たいよって言ってくださる方もいれば見たくないよって言ってくださる方もいるみたいな賛否両論いろんな意見があるというような感じの状況ではありましたで、えっと、以前の動画でも話したことがあるのでちょっと内容が重複してしまうんですけれども私の 私個人の気持ちとしては、なんか、やっぱり、こう、YouTube を見てくださってる皆さんの前では、自然体でいたいな、っていうのとうん、なんかちょっと言い方が難しいんですけど、こう、なんか何かをこう意図的に隠し事をしたりとか、なんか日常の中で、動画用の自分を演出する、みたいなことをできるだけしたくないな、っていう、自分の中でのこだわり的な部分が強くて、なんかだったら、もう自然に動画に出てもらおう、っていう感じの、 なんかオープンなスタンスを自分の中では作っていたんですけれども今回そういうふうになんか嫌な気持ちになってるよっていう人たちが多いよみたいな意見とかも聞いてまあちゃんと考えると、まあ、そりゃそうだよなというか確かに誰だって急に変わってしまったら戸惑うのは当然だしそれを受け入れられないっていう方がいるのは。 すごい当たり前ののこととだなと思うのでそこは私が配慮できていない部分だったなと思ったしやっぱ実際ファンの方にこう応援してもらえたりとかおめでとうって祝福してもらえたりとかするのがすごい嬉しくてちょっと浮かれちゃってたなっていう部分もあると思いますなのでそこに対して本当に不快な気持ちにさせてしまった全ての方にちょっと申し訳ないなっていう気持ちで今いっぱいです申し訳なかったですすみませんでその今回その プライベートで彼氏ができたんですがちょっと状況が特殊でそもそものスタートが YouTube の企画だったっていうこともあって、まあ、出会いのその瞬間から視聴者さんにずっと動画で見ていただいているっていう形だったので、まあ、受け入れてもらいやすいんじゃないかなーっていうのもあってそこは自分がなんかちゃんと想像しきれてなかったというか自分の考えが甘かった部分だなと思うので今後気をつけようと思いますはいまあただとはいえその まあ彼氏っていう存在は自分にとって大切な人でもあるし、できるなら視聴者の方に受け入れてもらえることができたら嬉しいなーという気持ちは自分の中にあるので、こう、なんだろう、皆さん、皆さんのこう不快にはならないようにしっかりと考えて行動はさせていただけつつも、今後もたまには動画に出てもらうこともあるとは思います。そこは長い目で見ていただけるととても嬉しいです。あと、 ま、これは別の話なんですが、あの、私のサブチャンネルの更新頻度をもう少し以前よりは上げようと思っていて、サブチャンネルはより日常の動画になると思うので、そちらにもちょくちょく出ることはあるんじゃないかなと思います。はい。温かい目で見ていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。で、改めて、まあ、いつも見てはいるんですけれども、なんかよりしっかりめに皆さんからのメッセージとかコメントとか、 X の内容とかもいろいろと見させていただいたんですけれども見てるコメントの中にエミリンのことを友達みたいに思ってるからこそエミリンがこう急に遊びとかになんか彼氏を連れてくるようになったみたいな感覚みたいな風に言われるコメントとかが結構ちらほらあってそれ見てなんかすごいしっくりきたというか確かにみたいなそれちょっと嫌かもで。自分でもなんかちょっと 確かにみたいな。日常をありのまま発信するっていうのがスタンスだったけど、なんか別に、なんだろう、そこまで見,見たくないものも別になるか、みたいな。自分でもすごいすんなり、確かにって思ったので、そういう方の気持ちも正直めっちゃわかりますって。なんか自分の行動に対して自分が言うのもおかしいんですけど、なんかそういう気持ちに実際ちょっとなりました。 私の調査さんって結構しっかりと応援してくれつつも思ったこととか意見とかはすごい言ってくださる方が多いのでいつもいろいろとまっすぐに意見とか思ったことを言っていただいてありがとうございますという気持ちに改めてなりました。はい この件はそんな感じで今後気をつけていきますといった感じなんですが、あと一件質問とかご意見の中で多かったのがあるので、これだけ一応補足説明させていただきたいなと思うんですけれども、YouTube のコメントがなんか自分のが反映されてないとか、えコメント消してるとかコメント消されたみたいなのがあの何件か来ていまして、それについて、これも以前に動画でお話ししたことがあるんですけれども、あの最近、 全然この話をしてなかったので、改めて説明させていただきます。YouTube チャンネルの内部的なところは、えっと、YouTube のチャンネルをクリーンに運営するための業者というか、そういうプロみたいなのがいるんですね。なので、その業者の方に、あの、管理してもらっているっていう状況です。コメント欄も管理してもらってるんですけれども、その方に NG ワードっていうのを設定してもらっていて、すごいわかりやすく言うと、なんか、死ねとか、消えろみたいな、 誹謗中傷に使われるようなワードだったりとか、あとは放送禁止用語みたいな、こう、下ネタとか差別的な言葉とか、見てる方が不快に思われるようなワード、言葉っていうのは、最初から反映されないような設定にしてもらってます。それはチャンネルの治安を守るためにというか、チャンネルをクリーンに運営できるようにするために。ただ、まあ、これも前の動画でも話したんで重複してないようになってしまうんですけれども、 判断をしているっていうのが、おそらく YouTube の AI なので、例えばなんですけど、コメントで、いや、エミリーほんと可愛い,いしね、とか言ってくださった方がいたとします。で、それに対して AI なので、死ねっていうところだけ読み取っちゃって、あ、これは死ねって書いてるから NG ワードだ。みたいな感じでコメントが弾かれてしまう。みたいなこととかも過去にあったので。 どうしてもこちらでコントロールしきれない部分があるよっていうのを少しだけ覚えておいていただきたいのと、あとはそういう NG ワードを使っていなかったとしても視聴者さんが明らかに嫌な気持ちになるようなコメントだったりとか、私の動画に出演してくださっている方への悪口みたいな内容だったりとかは、業者の方、スタッフの方が調整してくれていると思います、おそらく。なので、あの、もし今後、え、私本当に何も悪いコメントしてないのに、 コメント消されたとか反映されてないっていうことがあるかもしれないんですけれどもそういう事情であのおそらく何か何か言ってなかったとしても AI に判断されちゃったとかがあるかもしれないので難しいとは思うんですがあまり気にしないでいただけますとこちらとしてはすごく嬉しいというか気持私がなんか意図的に意地悪しているとかではないのでそこもご理解いただけますと幸いです。はい というわけで、すいません。ちょっと短い動画にはなってしまうんですけれども、改めて最近の動画で不快な気持ちにさせてしまったりとか、心配をおかけしてしまったすべての方々へ、本当にすいませんでした。本当に。気をつけます。そして、改めて、いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今後も本当にそういう、なんだろう。ラフな意見というか、いろんなご意見は、ぜひ聞かせていただきたいので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、では。 あの、明日からの動画も楽しい動画たくさん用意しているので、また明日の動画で会いましょう。ありがとうございました。